復元された、ストーンサークル、田端遺跡1田端遺跡は、東京都町田市を小山町にある、縄文時代中期から晩期にかけてのストーンサークル、集落跡、祭祀遺跡である。1971年3月29日に、田端環状遺跡遺構の名称で、東京都指定史跡に指定された、田端東遺跡に隣接する。遺構は、 森土保存されストーンサークルのレプリカが置かれている。田畑遺跡は、縄文時代中期から、晩期の境川の丘陵地に広がる遺跡であり、150軒程度の縦穴住居があった。田畑環状石石遺構は、田畑遺跡の墓地に、縄文時代後期から晩期にかけて作られた遺構とされている。 大小約900個の石を東西に集積した9メートル南北に7メートルの楕円形のストーンサークルである。1968年に玉川学園高校学会の浅川リーチらが中心となり発掘調査され、カソリビー式土器などが出土した。町田市が土地を買い取り保存。1971年3月29日に東京都指定史跡に指定された。また、 移行下部は、未調査である。丹沢山地や富士山が展望できたとされ、また当時に昼気だけの真上に太陽が沈むのが、観測できることから、この場所が選ばれたとされている。田畑遺跡と、田畑東遺跡は一括して、周知の埋蔵文化財放蔵地、多摩ニュータウンナンバー245遺跡とされており、遺跡群となっている。ありがとうございます。